経済安定本部は、かつて存在した、日本の観光庁の一つ。太平洋戦争終結後、経済復興のための政策拠点として発足。庁は、経済安定本部総裁。略称は安本、教本。日本の内閣に置かれた部局として発足したが、総理庁の機関を経て、タノフ、省と同格の機関として位置づけられた。 経済安定の基本的施策の企画立案、物価の統制、経済統制の確保、外国人の投資や事業活動の調整を所管するとともに、関係する他の行政機関との総合調整及び推進も担っていた。太平洋戦争後の日本の経済復興を図るため、経社生産方式など様々な施策を打ち出し、戦後の日本経済に大きな影響を与えた。 初代次長白らす次郎と初代総裁吉田茂経済安定本部の長は総裁であり内閣総理大臣の当て職であった。総裁のもとには仏と無を勝利する総務長官が置かれており国務大臣が当てられた。その他に政治任用される役職として政務次官が置かれていた。また総務長官を補佐するために副長官が置かれていた。 1949年6月1日の経済安定本部設置法試工事には内部部局として総裁官房、生産局、動力局、生活物資局、財政金融局、貿易局、建設交通局が設置されるとともに付属機関として経済復興計画審議会、資源調査会、経済再建整備審議会、国民食料及び栄養対策審議会、 通貨発行審議会が設置されていた。また、地方支分部局として、全国各地に地方経済安定局が設置されており、札幌地方経済安定局、仙台地方経済安定局、東京地方経済安定局、名古屋地方経済安定局、大阪地方経済安定局、広島地方経済安定局、高松地方経済安定局、福岡地方経済安定局の 経8局が置かれていた。さらに、外局として、物価庁、経済調査庁、外資委員会を用していた。なお、外局である、物価庁は後に、内部部局である、物価局に移行し、物価庁の付属機関である米下審議会も、経済安定本部の付属機関として加わるなど、組織構成は都市ともに変遷した。都ネ特定地域総合開発計画により整備された。 藤原ダム所管する業務は多岐にわたっており、経済安定本部設置法では、経済安定、物価統制、経済統制の確保、外国人の投資や事業活動などが挙げられている。太平洋戦争後の経済的な混乱の中、物資やエネルギーの生産や配給だけでなく、財政、通貨、金融といった政策課題の企画立案に加え、 公共事業の監督に至るまで幅広く手掛けていた。中央省庁において強い影響力を持ったことから最強官庁、最大最強の経済団体とまで呼ばれた。特に片山内閣においては時間会議に代わって閣議案件を事前審査する役割も果たすなど国政において強い影響力を持った。また、経済安定本部に所属する経済査察官は 特別司法警察職員として司法警察権を有していた。内部部局ごとに具体的な所管業務を見てみると、生産局では物資の受給、生産、割当、て配給に関する政策や計画を所管した。動力局では石炭、石油、ガス、コークス、電力の生産、割当、て配給に関する政策や計画を所管した。生活物資局では 日本国民の合理的な生活水準の策定と生活水準の改善や生活物資の生産に関する政策や計画を所管した。財政金融局では財政、通貨、金融に関する政策や計画を所管するとともに、金融機関をはじめとする企業の再建整備に関する政策や計画を所管した。貿易局では 貿易に関する政策や計画を所管した。建設交通局では、建設、運輸、通信に関する政策や計画を所管するとともに、公共事業の計画や監督、国土計画の策定を所管した。経済安定本部の廃止に伴い、これらの業務の大半は新設された、経済審議長に引き継がれた。ただし、経済調査庁の所管していた業務については、 行政管理庁に引き継がれた。なお、経済安定本部の政策資料については、原本は経済審議庁の後ろ身である経済企画庁に引き継がれたが、そのマイクロフィルムは経済企画庁図書館と東京大学経済学図書館の2カ所に保管されている。経済安定本部令5署名原本太平洋、戦争中、日本では企画院など統制経済を担う。 行政機関が設置され、行政府による経済統制が行われていた。太平洋戦争終結後、一旦、派行政府による経済統制は終わりを迎えたが、日本は経済的に大混乱に陥ることになった。そのため、茂原内閣においては、経済復興を目指すべく様々な方策が模索されることになる。こうした中、内閣の直属機関として、 経済安定本部と物価庁を新設する構想が浮上した。1946年8月12日、経済安定本部令が施行された。これを受け、同日、第1次、吉田内閣にて、経済安定本部が発足した。経済安定本部の総裁は、内閣総理大臣の当て職であるため、初代総裁には、吉田主が就任した。また、町務を勝利する、 総務長官には国務大臣がつくことになっており、初代総務長官には無認証の国務大臣として入閣していた柏で慶之助が就任した。同時に、前は物価庁の初代長官にも就任した。同年12月17日、経済安定本部は経済危機突破根本方針を決定し、経社生産方式により経済再建を図ることを発表した。翌日、 経済安定本部令の一部を改正する直令の施行により、総務長官を補佐する次長が置かれることになった。これを受け、初代次長には白須二郎が就任した。1947年5月3日、総理長の発足に伴い、経済安定本部は内閣の部局から総理長の機関となった。また、総務長官を補佐する副長官が置かれることになった。これを受 和田博尾が副長官事務取扱いにつき、さらに、佐竹田尾が副長官心得についたが、初めての副長官には、長野茂夫と田中美代人が就任した。なお、同年7月4日には、経済実装報告書が、初めて発表された。1948年4月14日、政務次官の臨時設置に関する法律の施行により、内閣総理大臣や国務大臣が長を務める。 行政機関であれば、省に限らず、政務時間を置くことができるようになった。これを受け、同年4月17日、足田内閣にて、政務時間が置かれることになった。初めての政務時間には、西村栄一と、藤日野江馬の両名が就任した。なお、同年9月30日には、総務長官のクリス・タケオが、 昭和電光事件により逮捕され、同年10月2日に辞任する騒ぎが起きた。また、同年12月13日には、総務長官の泉山36が泥酔して女性に抱きついて、無理やり、キスを迫り、断られると噛みつくなどの歪説行為を行い、国会キス事件として問題化したことから、翌日辞任した。この頃より、太平洋戦争で中断していた。 河水統制事業の復活や促進が叫ばれるようになり、河川海底改修計画の策定など河川、総合開発事業が推進された。1949年6月1日、国家行政組織法の施行により、経済安定本部は総理庁の機関から、府や省と同等の機関となった。それに伴い、物価庁、経済調査庁は、経済安定本部の外局となった。 1952年4月1日、経済安定本部の外局である、物価庁の廃止に伴い、内部部局として物価局が設置された。1952年8月1日、経済安定本部の廃止に伴い、総理府の外局として、経済審議庁が発足した。ただし、経済安定本部の外局である、経済調査庁は、総理府の外局である、 行政管理庁に統合された。経済安定本部設置法が施行された1949年6月1日時点での組織構成は下記の通りである。北上特定地域総合開発計画により整備されたタセダム総裁、総務長官、政務次官のような政治家としてではなく職員として経済安定本部に在籍した人物を五十音順で記載する。 配分以降は、経済安定本部以外での代表的な役職を示す。ありがとうございます。